で遠藤に関しては放出なんじゃなくて遠藤プラス1を探して遠藤自体を半スタメンぐらいにしたいんだと思いますけどねだから放出の話出した方が盛り上がるしちょっとでもね例えばアンカーの,あの獲得の噂が上がりましたってなったらじゃあ遠藤放出かってこのさ連想ゲームみたいに出てくるじゃん実際は違くても。でリバープルの場合は アンカーって言い方だと4123の1のポジションだけどこれ言い方的にさホールディングミットウィルダーが一番一般的低めで守備戦というか守備に重きを置いたボランチの選手それが必要って考え方だと思うねこのリバプールのさスタメンというかこの戦力図を置くと分かるんだけどアンカーが得意って選手がすげえ少ないのよこの選手アンカー向きだなみたいな選手多分ね僕は冨安とかのと考えと一緒なんですけど普通にあのブラッドリーとかアンカーうまいと思うよ なんですけど、そんな扱い方、ちょっと突飛でしょこれはこれやれって意味じゃないの。やったらうまくいくけど、その時は褒めてね。<laughs> アンカーってところがいないんだよ。ってなると、誰かを落とすっていうのがさ、誰を落としてもじゃん。これが、じゃあダブルボランチってなるかもしれないんだけど、これが、今って、リバプル特殊なんだけど、インサイドハーフがさ、リバプルのこれ、あ、ちょうどいいわ。相手がボール、ディフェンスライン持ってます。インサイドハーフがさ、相手のダブルボランチとか、インサイドハーフとかをこう背中に入れながらこう、守備するの。 だ結果、遠藤が、遠藤が、こう全部守るみたいな。この守備してるから、より一守備威力必要じゃん。じゃあダブルボランチと思うかもしれないけど、これダブルボランチも結局、攻撃の時にどっちか上がったりするんじゃん。だ結局アンカーと同じだから、だからホールディングミッドフィルダーっていう、この守備しっかりできるミッドフィルダー、中盤で刈り取れる役っていうのが、遠藤以外も必要なんですよね。だからそういう選手で、だって去年ね、カイセを取ろうとしてラビア取ろうとしての遠藤だから、から今年のカイセラビア枠っていうのを探してるっていうだけですね。で、 エンドだって年齢もあるし連戦続くとやっぱパフォーマンス落ちるじゃん、まあ、当たり前なんだけどエンド以外もそうだからっていうふうになるとさそれは当然エンド1枚じゃきついしまあそういう選手とってさ別にあのスロットの元のチームのシステムだと4231からこう上がってくっていうやってたから単純にこのダブルボランチかっていうのは考えてんだよってなとここをねしっかりできる2枚っていうのに使うっていうのはありえるから全然マカリスタもラインカーでトップ下に上がりブライトンとやってたしそうだからスロットのね守備のスタイル的にも ホールディングミットよりは必要なんですよね。誰ジョン出てるんですか風見ろよ。<laughs> <laughs> でも、ユナイテッドがリバプールに風見ろ売らないよな。とか、あとはバルサがお金なくて、すぐ現金化したくてデヨングだよね。ただデヨングがバルセロナから出たくないって言ってるから。ただオランダ人の指揮官としては、ていうか、まあ、デヨングが欲しくないチームなんてないからね。でも、まあ、ま、アンカーやらせいわけじゃないもんな、デヨングな。アンカー得意なわけじゃないか。あと誰だろうね。あ、暇ないですね。確かに。 あ,あ、アムラバトもそうだね。ユナイテッドとアムラバト取らなそうってあるけどね。アムラバトもスピード速いタイプじゃないからな。予測がすごいわ。僕はアムラバト全然合うと思いますけどね。てか逆にアムラバトみたいなタイプの方が、エンドの強烈なライバルになるそれこそ、申し訳ないけど、グラフェンベルフとかさ、カーティスとかさ、上手いし推進力あったりするけど、やっぱ気は効かないじゃん。アムラバト気効い,いちゃうから、ファンダイク絶対気効かないやつ嫌いなんですよ。頭いいから。頭いい人ってなんでそう動かないのってムカつくのあるじゃん。他の人の動き方に。 ってなると、遠藤だと、もう、分かり合えてる関係なの。遠藤が賢いから、ね。だからそういう、気利く人が来ると、遠藤の枠取られちゃうから。気利かないけど、ポテンシャルでやるみたいなアンカーのが勝てると思う。いや、カーティスはね、攻撃では気利くかもしれないよ。クロスロールとかして。守備の時にずれ切れてないとか、カバーしきれてないっていうのはあるからね。そう、遠藤とか、ロドリレベルの気の利き方の話で、アムラバトは、人を抑える守備、スペースを抑える守備、ディフェンスラインに入る守備、全部できるから。 アムラバトの残った方がいいっていうか残した方がいいねただユナイテッドの次の監督の考えもあるでしょうでこの気が利く力みたいなのって別にあのクロップ重要視してないから補強で選ぶ選手とかもねそういう選手ばっかりじゃんクロップがあの希望したチェンバーネとかさで遠藤の方は普通にスロットと合わないだろうなっていうスロットがめっちゃボール持つサッカーしたいのとこのそのポジションごとのスロットに取ったイメージがあってそれに合致しない時にトップの選手 ヒメネスが裏抜きいっぱいするみたいなタイプじゃないから入れ替わりで上田出てく形にしようとかやんないからその遠藤が攻撃の時4123っぽくなるワンアンカーにみたいなのはちょっと使われないからの戦いでこれがえでも今他いなくないですかって思ったでしょ。ここを一番の補強ポイントっていう風にマイケル・エドワーズが考えてるってい説があるんだよね。 エドワーズってその、まあ、フェインウェイスポーツグループのトップだから、リバープルの現場とか補強は別に任せるかもしれないけど、僕は去年、やっぱラビア取ろう、解説と取ろうで、エンドにしたじゃん。ってなると、今年もそこにね、もう目玉補強というか、ビッグな補強をして、エンドといい感じに回すみたいな。だから今季の終盤の疲れとか出ないようにするのが普通だから。で、そこにスロットでしょ。ってなると、エンドがね、結構雑な扱いされんじゃないかな、みたいな。 外れてしい俺が外れてほしいよこの予想でもこういう風にリズムで考えていくと冨安と遠藤がバチンって使われてはいずっとこれは絶対ないんだよね。でそこから、まあ、それこそチェルシーでほとんどラビア出れなかったみたいな感じでリバプールの選手で取った人が出れないとかあと補強自体がちょっと違う補強しちゃうみたいな。だからその グラフェンベルフもアンカー説あったりとかねまあでもどっちだったんだろうあれ元々だからあのカーティスもアンカーやらせてみたけどとかマッカリスタもアンカーやらせてみたけどやっぱり遠藤じゃないとディフェンスラインの前のバランス感覚が悪いじゃんだあれをね他の選手でクロップができなかった原則かみたいな守備の約束ごと植え付けて足元うまいし遠藤がいないのを感じさせないような掃除役を 掃除、役っていうのを与えて、ちゃんとそれをシステマチックに動いて、遠藤が、この、個人の読みで刈り取ってた部分を組織化してダブルボランチとかでやるとか、そうできたらいいけど、まあ、いずれにしろ、うん。ファンハールの香川だったりとか、まあ、オランダ人と日本人の相性よくなさそうだしね。そう、クロップもミルナー枠で取ったって言ってたし、だから、ね、ライキもその形継続だろうしな。あ、だからそれこそ、絶対遠藤の方がいいのに、バイチェ・ティッチを育てるみたいなのもあるだろうしね。そうそうそう、いらないってことはないけど、ミルナー的な立ち位置で、 今みみたたたいいににちょっと出番得たと出ころかから不動ななれるかみたいなねだからお金かけて取ってきた選手がいたらそっちを使うんだよビジネス的な判断ですごいお金使って買った株売りにくいみたいな話と一緒だなってこの間勉強したいと思いましたけどねアンカーがディフェンスラインにアドリブで落ちてくる選手は遠藤以外いなそうですか,そうだからそれを原則化してやらせるのかどうなのかって感じだよね 上手ささもも守備地点も顕,あの顕微したんか遅かに早かに投資されるそうだから理想はロードリーだと思いますよスロットが欲しい選手守備できてボールも前に運べてみたいなティンバーあれ双子らしいねフェイニーのあの感じとかねそうあとはグラフェンベルフどうするかまあ誰が放出リスト乗るかもあるけどねリパポ派の人が遠藤徹さ下がるのだけは意味わからないって言ってましたファビーニーいなくなった時やばかったのにまたってそれ歴史は繰り返されるからねそれこそだってレスターの時も 岡崎いなくなって、岡崎使わない試合は、フロントエリアの守備緩くなるから、後ろの選手たちが個人能力高いわけじゃないじゃん。レスターって。だから、カンテもいなくなったし、カスカになったんですよ。カンテばっかり言われるんだけど、実はカンテの前の岡崎守備する、カンテもそれによって限定された中で守備する、最終的に中は使えないから、外からのクロスをモーガンとか、フートとかが弾き返すって形だったから。でもね、そういう、重要な守備の埋め方みたいなしてる選手って評価されないんだよね。 だからよくさ、いい選手じゃないって荒れてる選手を俺が、やるいい選手だよ、こうこうこうじゃんっつって、俺も一緒に荒れて、結果その選手が大事だったって、この流れよくあるじゃん。で、あの世間の声っていうのは、プロの監督の声と違くないからね。プロの監督もそういう人がなってるってあるから。なんでかっていうと、サッカー選手がそのままなって、フィジカル的に優れてるけど、知的にはサッカー見れない人がそのまま指導者になるから。ってなると、あいつ足早いなとかで選んでそうなるからね。 そここがすすごい心配なところではありますよ、ね、だからこの予想はねまあ当然あの怪我人出たら全部変わりますからプランってどのチームもだってもしかしたらね今季ラビアが使えたらとかエンクンクが使えたらチェルシーの成績もっと上向いてただろうしリサンドロ・マルティネスが全く怪我しないバランが全く怪我しないみたいになってたらユナイテッド違うだろうしあとマラシアとかねもう出てなすぎて言われてないけど。 あと今日のねテーマで言うなんか遠藤航のさ放出の噂とかさ来季は構想外なんじゃんかみたいなやつ結構出てるじゃんニュースとかででこれタイトル的に遠藤航が放出候補になる理由みたいなこれね放出を実際にされるんじゃなくてなる理由の話だねあくまでまず一つはリバプル今ね優勝争い脱落したっていうのと それで遠藤自体がもうトップパフォーマンスだった時よりもまあ明らかに疲れてててその疲れをまあごまかしたりその心でもうメンタルをブーストして乗り切ってる感じだからあ原因にされがちみたいな実際他のところに問題あるっていうのは昨日の配信でね話しましたけどであともう一つが遠藤をねどう捉えるかっていう話でこれね遠藤がすごい選手になったっていうかリバプールでの地位を上げたからこういう話題が出てくるんですよねこのちょろんっていうのすごい気になるなどういうことかっていうと遠藤ってもともと みんな覚えてるかなそう。あ、ミンくんちょうどいいコメント。遠藤、そう、ミルナー枠。ミルナー枠として取ってきたって言ってんだよ。だこれが、ミルナーみたいにいろんなポジションの補填役っていう意味なのか、だかいろんなポジションやるって意味なのか、アンカーの2番手って意味なのか、みたいな。ちょっとそこはわかんないみたいな感じだったじで、アンカーもやらせるかも言ってたらグラフェンベルフがまあ,あの感じだし、他の選手たちもアンカーやると、やっぱり、ボールさばけたとしても、守備のところで、前に出てったり、横にずれたり、 まあ奪い切ったりとか、センターバックと連携したり、その間のところ埋めたりっていうのが、遠藤ほどできないじゃん。だから、結局、遠藤がもうね、大主力になったわけなんですよ。でもこれが、やっぱり、プレミア連戦で来季チャンピオンズリーグにも戻ると。ってなると、クオリティを落とさないってなった時に、遠藤以外のアンカー絶対欲しくなるんだよね。で、この遠藤以外のアンカー誰取るっていうになった時に、カイセドとかラビア諦めて遠藤だったから、しっかり予算投入するんですよ、ここに。 ってなると予算を投入するってなったらすごい選手来るから遠藤2番手とかになるしここでそのアンカーが当たんなかったりしたら遠藤が出ればいいし当たった場合は遠藤がターンオーバー要因になるみたいなもしかしたら併用するかもしれないしねっていうのを考えると今主力の選手が放出候補では年齢も重ねてるしとかそういういろんなネガティブな要素でただリバプールが補強するだけなのに遠藤の序列が下がるから放出候補まで書か,かれるだけっていう そうだから遠藤の評価を落ちたり遠藤を出そうっていうよりアンカーを1枚取るからその時の遠藤の立ち位置がどうなるかっていうのが膨らまされて放出候補って言われてるっていう。であとはまあリバプール自体の話題がもう優勝争いがちょっと脱落してるって言っていいのかなもうそういう感じだからまあここら辺でそういうちょっと何て言うか火がつきやすいというかみんながクリックしてくれる話題を提供するっていう意味がありますね。 遠藤主役になったり、マカリスターの離脱大きかったですよね。そこでいいパフォーマンス残した遠藤すごかったのはありますかそうっすよね。マカリスターをね、あの使ってで、そのね、時期、遠藤自体もね、プレス体制のところを言われてた時期だったからね。で、遠藤定着すると今度マカリの守備が気になったりねで。あとは記事書く人ってそんなにサッカーをさ、論理的に見たりとかさ、ちゃんと組み立ててみたりとか、ボール以外のところしっかり見れる人ってほんと少ないんですよ。ってなると、遠藤とかね、何がいいか動かないってされる選手だから、 まあそういういい記事書かれやすいよね日本人だし私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL らのご応募お待ちしております